ようございます。とすぐるいあおいです。今回はなんとロケ企画イエイイエイ。今日行くところはこちら、コホストさん御用達のパーシャです。パーシャパーシャ、早速チェックインしていきたいと思います。パーシャ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 。光ってるじゃん。違う、これじゃん。じゃん、407ですね。407ですね。ちょっと開けよう。おお、めっちゃ広い。失礼します。はい、部屋の中に来ました。いいということで、ちょっとね、久々のパシャなんですけど、やっぱホテルって言ったらちょっと飲んどこうと思います。よいしょ、いい音。いいね、レモンめっちゃ美味しい。まあ、なんかどこのホテルも大抵お酒飲めたりとか食事することはもちろんなんですけども、パシャのいいところは広くて綺麗で静か、そしてなんといっても防音対策がしっかりしていることと、アメニティがめちゃくちゃ充実してます。なんかここにも書いてあるんだけど、なんかそのシャンプーのやつの中でも爽快スッキリみたいな夏用仕様だね、これね、高いやつだを置いてあるみたい。めっちゃいいね、こういうの。このソファーがなんて言ってすごい感じなのよ。で、これもね、めちゃくちゃ触り心地がいいね。ということで、じゃあ早速部屋の方に行ってみたいと思います。じゃあまずね、ちょっとこっちの方の入り口の方から見ていきましょう。これはもう洗面台ですよ。この洗面台を見た中でもお手あるしさ、結構すごいよね。ね、これもめっちゃ絶対いい匂いじゃん。めっちゃいい匂いそう。見てこれ、スチームハーブ浴の楽しみ方だって。スチームハーブできるのね、めっちゃいいじゃん。よいしょ、アメニティもめっちゃ充実してる。あ、マシャのタオル、ちょっと後で使わないと。後で2枚入ってるよ。はい、ということでじゃじゃん、次はいいじゃん、スチームサウナだ。いいな、よいしょ。え、いいね。え、ちょっと待った。待った、待って待って、これすごくない？え、よいしょ、でかいんだけど、ほらめっちゃ、え、いけるいける、ほらめっちゃいける。いいね、テレビついてるし最高だね。スチームサウナがあるからこんな感じなのかな。いやー、もうめっちゃ寝心地いいよこれ。めっちゃいい、普通に。そして気になってるんだけど、スチームサウナはこっちなのかな。こっちっぽいよ。へえ、めっちゃすごいこれ。すごい。何ですか？ボディローションだと思います。全身用って書いてあるから。さっきちらっと見たけど、ここがトイレです。まあね、そういう結構なんか綺麗な、わ、2つある、ちゃんと2つあるよ、バスローブ。こっち見ないで、こっち見ないで。で、おい、お茶、オニオンスープあるし、飲みたい。やりたいことがあるんですけど、やっぱダイブしたいじゃん、これ。せーの。気持ちいい、気持ちいい、はしゃいでますね。気持ちいいです、すごい。私がさ、寝っ転がってもさ、なんかあと2人ぐらいはいけるんで、きっとめっちゃいいじゃんこれ。パシャってなんか売れてる人とか幹部の人とか有名な人がめちゃくちゃパシャを使うイメージがあって、てかむしろもう使ってる、みんな大体。なんかパシャって2箇所あるんだけど、今来てるところが区役所通りの方なんですよ。でそこって
なんかこう周りから入るとこもなんか見られないし、出るとこも見られないっていうか、安心安全でちょっとなんか響きがあれだけど、安心安全なんですよね、いろんな意味で。ね、お嬢はちなみに使ったことある？私はあります。どこのホスト、まあ、あそこです、グループ。そこまでしか言えない、これに関しても。で、私の話だけども、私がパシャ来た時は相手の誕生日だったの。相手、私、しかもなんと私それなりに使っててって感じだったんだけど、まあ、なんかその日私その行ってなかったのね、お店。その相手がリヤバで近々ご飯行こうねって言ったら、仕事終わりに呼び出されて、なんか今日は負担ないのって聞いたら、ないよって言って、あ、そうなんだみたいな。で、まあ、ご飯ぐらいおごるよみたいな感じで、ご飯ぐらいおごるよって壁切ったら、ご飯じゃなくて今日はなんかホテルがいいって言われて、あ、そうなんだみたいな。それなりにね、映画見てお風呂入って、それなりにね、楽しんだわけですよ。でもなんと、なんかここってパシャって普通にリーズナブルで、普通に2万ぐらいあれば入れる部屋に。だからなんかそんな、なんかそのめちゃくちゃ高いってほどでもない。めちゃくちゃ思い出だね、相手の誕生日を勝ち取った思い出というかさ。恥ずかしいんだけど、大丈夫これなんか見てない相手、大丈夫かなっていうことです。またぜひパシャ行ってくださいということで、今日はパシャをご紹介しました、イエーイ。まあね、皆さんもね、女子、女の子同士でもバレるし、普通に使ったことある人も使ったことない人も、もしよかったら歌舞伎町に来てお酒を飲んで、その後にぜひパシャに立ち寄ってみてください。まあ、これからね、ゆっくりと映画でも見てゆたさんと過ごそうかなと思います。じゃあね、バイバーイ。俺だって見ててます。